し内越さくら君。立憲民主・社民の内越さくらです。最近の衆参の憲法審査会で、選挙の実施が困難な場合には、国会議員の任期を延長できるよう改憲すべきだとの主張が展開されていますが、立法事実も定かではなく、また内閣の権限乱用の恐れと、国民主権の原理への弊害を拭うことはできず、反対です。任期延長を唱える主張において 肝心の選挙の実施が困難な場合という要件は曖昧です。曖昧なままでは、どのような事態でも選挙の実施が困難な場合に該当すると認定でき、恣意的な乱用の歯止めにはならず、権力の抑制と均衡が崩れてしまうからです。選挙の実施が困難な場合の前例があります。1974年7月7日、三重県の一部で台風8号の影響で選挙が実施できない地域で、国の米投票が実施されました。 今でも国会議員の補欠選挙が数ヶ月行われないこともありますが、特に問題とされていません。比例代表でも投票できる地域は確定させ、投票できない地域は国延べ投票で対応すればいいだけです。この点、会見を主張する5解派は、参議院の緊急集会は、任意制の例外と主張します。参議院の緊急集会は、緊急事態に際しても、国会中心主義を貫くための制度です。 国会中心主義は明治憲法時代の立法二元制の反省に立った原則です。明治憲法の下では緊急直令や独立命令など議会を通さない立法の仕組みがあり、そのため民主主義的基盤のない立法がなされた反省に立って日本国憲法は41条で国会が唯一の立法機関であると定め国会中心主義を原則としたのです。参議院の緊急集会は緊急事態に際しても国民主権を貫徹させるための制度です。 緊急集会が例外だから問題だというのであれば、議員任期延長は国民主権の例外の例外であり、明治憲法下における緊急直令や緊急財政処分こそが立憲主義という近代法の基本原理の例外であることと同様に問題ではないでしょうか。参議院の緊急集会は明治憲法の反省を踏まえて設けられたものです。いたずらに議員任期延長論に傾き、例外に、例外を設けようとすることは、 選挙権の保障に関する国会の怠慢とのそしりを免れません立憲主義や民主主義をわきまえない不見識は避けるべきですかつて我が国では衆議院議員の任期延長が一度だけ行われました1941年に衆議院議員に任期延長法が特例法として立法されたのです明治憲法には衆議院議員の任期の定めがなかったから可能,可能だったわけですが 今一度、当時の背景を振り返ってみましょう。延長の理由とされたのは、今日のような緊迫した内外情勢下に、短期間でも国民に選挙に没頭させることは、国政について不必要にと書く議論を誘発し、不必要な摩擦競争を生じせしめて、内事外交上、はなはな面白くない結果を招く恐れがあるのみならず、挙国一致防衛国家体制の整備を邁進しようとする決意について、 疑いをこさしめぬとも限らぬので、議会の議員の任期を延長して、今後ほぼ1年間は選挙を行わぬこととしたと、第76帝国議会新法律の解説の中で解説されています。憲法学者の高見勝俊先生は、任期延長は戦争遂行の国内体制を整備するためのものであったというのが、少なくとも、 我がが国におけるる衆院議員ののの任期延長の実例が示すすものであると厳ししく批判しています私には国会議員の任期延長は政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しここに主権が国民にする損することを宣言した日本国憲法全文からは最も遠いものに感じられますそういえば10年前の2013年 憲憲法96条憲法条改正の発議議要件緩和が議題になっていまました今では全く聞きません感染症対応の不手際を憲法のせいにしようとしてでしょうか、一昨年、昨年は感染症対応が主たる話題となりましたが、法的手当でできてしまうことが明らかになったからか、最近は下火です。 会見自体が自己目的化しているかのように、その都度、その都度進められそうなテーマに飛びついてはブームが去り、また次のブームに飛び移る。そんな会見自,自体が自己目的化した議論は、私たち参議院は避けるべきです。以上で私の意見表明といたします。